ありがとう、たまちゃん、お疲れ様。体はだいぶ今大丈夫です。もうね、そう、大丈夫です。さっきね、頭が痛かったんだけど、うん、ありがとう。おしましきのを使ってもちゃんと始めた話、お、待ってます、ありがとう。めっちゃ眠い、めっちゃ眠いもわかる。私も眠たい。もう今日も朝から行ってきたよ、頑張ってきた。画面が急に暗くなっちゃった。こんばんは。もしもし、ね、まちゃんのお話し上してきて、お、ありがとう。5周年コンサートのレッスンだよ。ちょっと前髪が納得いってないので、耳が赤い、なんでやろう、なんでやろう、何もしてない。コーチの行ってみたおすすめ、私伊勢原町に行きたいの、あと柏島に行きたい。ツーショットどうしようね、明日ポーズ迷うね。久しぶり久しぶり、うん、どうしようかな、前髪いいかこれね、いい感じいい感じ。こんばん、ヨハミ格闘さんの歌詞を食べまくってる。届いてるよね今。耳が赤いのはなんでかわかんない、本当に今暑いかな、ちょっとここの部屋。通称と緊張してポーズ決まらない。何する、明日もかブレザーだから、何しましょうかね。JK 私今 JK がどういうポーズをしてるか知らないんです。大丈夫大丈夫よ、ありがとう。ちょっとね、踊りすぎた最近。踊ったり、あの、いろいろしすぎた。ポーズお任せでいいですか。いいよ、ワルハート死なない、なんじゃそりゃ、わかんないや。疲れてる、ちょっとね、レッスンをいろいろしてよ。はじめましての人確かに多そうした、嬉しいことや。それやったら中間発表あるね、しっかり食べ、そう、夜ご飯は食べたんよ。でも夜ちょっと小腹が空いたらなんか食べ、ツーショット初めて、お、楽しみ。今日さ、11時からちりめんパーティーので見て、夜の11時から中間発表があるんですよ。そう、あって緊張しとるけど、でもね、11時に発表されて、でももう
18歳以上だったら、高校卒業してたらショールームとツイッターはできるんだけど、自分は10時までだから、その結果を聞いてもみんなに、なんて言ったら、自分のなんかその結果わかんないけど、その結果の気持ちを言えないんですよ。だから明日とかになっちゃうと思うんですけど、うん、そう、みんなと一緒に共有ができない。そうなの、初オンライン再会賛成予定。お、ありがとう。ツイートできないです、その、うん、入れたにしても、その中間発表で入れなくても何も言えないの悲しい悲しいので、朝ですね、朝っていうか、その次の日になるかな。なんか悲しい、なんかさ、その結果を知って、なんか自分の気持ちっていうかをすぐ言いたいじゃんか、なんかその時に言いたいじゃん。うん、自信はないんだけど、本当に入れる自信ないけど、でも聞くまでは分かんないから、まだ中間発表やけど最終ではないんですけれども、時間制限そう厳しいよ。23時は起きてられるか、確かに私も寝てそうだけど、今日はちゃんと起きてるよいつも起きてるけど、11時はまたね、明日お話しましょう、中間発表については。緊張してる、緊張してるかな。うん、でもなんか家だから、家で聞くから、いつもよりは緊張せんかも。なんかそのよし、するんかな、わかんないセリパ聞くためにラジコプレミアムだ。そうなんや、友達に勧められてきました。いらっしゃい、いつも夜更かし。うーん、なんかね、夜更かしっていうか、お風呂に入ってたらね遅くなるっていう感じ。緊張はするかな、やっぱりするけど、うん、するわ結果するっていう。最終結果は5月3日のその5周年コンサート。今日初回が届いたから、これから投票するの、ありがとう。最終結果は、ちょっと最終結果、今さっき言った話したもん、投票したよ、ありがとう。そう、だいぶ時間近づいてきてるよね。僕お風呂で寝ちゃうので長くなっちゃう。お風呂で寝ちゃうの、あら、あらららら。私はお風呂はね、お風呂はアニメ見ながら入ってますアニメなんかね、ちょうどね携帯置けるね、いいぐらいの場所が家のお風呂にあるんですよ。だからさ、あ、ちょっとごめんね、今寝てたい。ちょうどいいのがありまして、ポイントさ知りたいですね。なんかファンの方には言わないから、自分のあの順位を教えてくださりませんかって聞いてみたんですけど、そのこの間の速報の時に、その自分だけ知っときたいみたいな感じで言って聞いてみたけど、教えてもらえなかったから、もうかも何も知らない何も知らない。今自分が何票あって何位くらいだったとかも全く分かんないのまだ全部投票打てなくてごめん。うん、大丈夫よ。
本読もうと思ったフランスが、濡れないの？教えてもらえ、教えてもらえないの？ないっちょって言われちゃうの。ないちょっと。中間の投票が半分しかできない。大丈夫よ。まだ全部投票してないから中間発表の後もおちゃんに全部投票してない。ありがとう。頑張るよ。もう買って、お、嬉しい。Thank you。多分名前入ってると思う。いや、どうやろう。自信はないけど。でも。157cm。 今来たんかそのメール。前回はいきなり発表で発表日も決まってなかったからきつかった。ああそうだよね。今回は全部決まっとるもんね。速報とかも中間とかもあったりして。33分の7。なかなか難しいね。難しい。あのね、ももちゃんメールでただあのなんかあのあれ写真があの逆に送られてきたと思うんですけど、今わかんないけど、けどなんかなぜかバグで逆さになっとって、まあいいかなってことで送っちゃった。なぜか逆になったよね、送ろうとしたら。157cm おめでとうとついてた。あれはただの帽子のあれだよ。帽子がこう身長作ってくれただけ。靴と客もおちゃん来た。下にね、下まで行ったら多分なんか嘘ですって書いてる身長。そうちょうどね、身長測れるあれがあったから撮ってみて、見てみてね。最近好きになりました。ありがとう。信じた？そこで信じ。保存の時編集で回転するから優しい。ありがとう。逆ももちゃん新鮮。写真の後の一言言ってもダメ。文章下まで見てなかった？文章下まで見ないと。全く信じなかった。信じてよ。いつの間にか伸びとるかもよ。リョーマ置いてていいね。湿布効く。あのね、ここの今この肩に今日しあのすっごい全身が踊ってでもめっちゃ痛えって思うぐらい体中が痛くて今日で我慢できなくなって、今肩のここの両方と腰に一枚なんかなんだってあれなんか貼ったんですよ。ちょっと待って、買った袋がある、あの箱があるはず。中身はもう取り出しちゃって向こうにあるんですけど、こんばんは、こんばんは。コーチの同い年です。お、ありがとう、来てくれて。痛いですか？痛いです。肩身は見せません。私はこれを買いました、今
バンテリン。お世話になってそう、塗るやつ持ってる。マッサージ、なんかマッサージしたら寄りたいんだよね。なんか本当に肩も筋肉痛で、もうこの首のここも筋肉痛で、なんかとにかく上半身がすごい筋肉痛で、足はまあまだ足はパンパンに腫れ、なんかむくんでるみたいな感じ今そう、あともともと腰が結構痛い人なんですけど、痛いんですけど、あのその最近動きすぎたことによって、仕事でいろいろなんか仕事の内容まだ言えないけど、それとかレッスンとかでいろいろ動きすぎたことによって痛くなって、張ったらめっちゃ治ってる。今治ってるっていうか今めっちゃ楽肩とかはね筋肉痛です。ただの、でもなんか私と同じお仕事をしたメンバーはもう体が痛いって言ってたから体が痛いって言ってたし、湿布を貼ってるメンバーも見た見たよ、みんな痛いんよ多分そう、どれだけ動いた、そうね、みんなきつい。そう、同じ仕事をしたメンバーはね、あのはみんなは、あの痛いって言ってた。チップ当てるメンバー一人みたいだけだけど、あそうアニメを見れば HP 回復するんですよ。だからなんか、うん、本当にアニメ見てる。ハードなダンス、なんかその別の仕事でレッスン以外の仕事でハードなものをして、プラスレッスンも入ってきたり移動が長かったりしたからより痛めたみたいな感じでしたそう、タイキックでも食らってなんでしょうか、クライミングした。え、でもクライミングより、クライミングもめっちゃ次の日体痛いけど、なんかそれよりも痛いから、それよりハードだったんだと思います。あそうそう、重なってそうハードになったみたいな。スパイファミリーも面白すぎて漫画を見始め、いいいいね。私漫画持ってない、漫画欲しいな。めっちゃ強いメンバーから疲れためるめっちゃ届くんや。それぐらい今結構忙しいんだよみんな多分。バンジーしたんだ。バンジー、え、でもバンジーってさ一瞬やからさ体の負担結構あるんかな。そんな一瞬やけどあるんかな。やっぱりなんかトランポリンのやつやったんですけど前 STU チャンネルで、あれは体に来るんだなと思った。トランプなんかピョンピョンするだけでめっちゃ次の日しんどかったから、めっちゃ筋肉使う。詐欺してないもん詐欺してないよ。
すげえ、トリプル鎮痛処方らしい。全身使うか、あーそういうことか。そうだよね、こうピョーンってする動作の、ね、全身使うよね。日曜日初めましてだけど、もう緊張してる大丈夫だよ、いっぱい話そう。トリプルアクセル、うん、トリプルアクセル。中間の結果次第で公約水着グラビアにしよう。嫌だ嫌だ。もーちゃんの昨日の豪華な朝ごはんに驚きました。豪華だったでしょ。私ね、なんか予定がいっぱいあるとね、ご飯をめっちゃ豪華にしたくなる人で、筋肉痛今片腕、ヒップ張るヒップ張る。フライングダイナソー一回乗ったことあるかも。遊びに行きたい、遊びに。こうおもちゃん11位だったし、え絶対違うでしょだって教え、ももでも教えてもらわない。じゃあワイが水着になっとく、それはいい案ですね、代わりにの仕事も頑張ります。よかった。それからあのご飯は元気出る、うん元気出たけど、ちょっと食べ過ぎた。それからあの日は温泉旅館めっちゃ行きたい。だってさ、温泉でゆっくりできるし、美味しいご飯来るし、なんか和風な雰囲気を感じられるし、もういいこと尽くしじゃない。なんか浴衣かわいいし、なんかお風呂上がりの、もう片腕取り替えていやわかるよ、私も今肩誰かあの痛くない人と取り替えたい。今言ったら回復できそう。確かに確かに確かに。お茶メール見て思わずたこ焼き買って食べちゃった。おいいね、めっちゃ美味しかったよたこ焼き。一泊二万とか、え絶対するでしょ。だからね、いつも泊まるの抵抗あるんですよ。上の方使えよ、イケボイケボイケボってどうやって出すんだろう。男装してみたいけれど似合う気がしない。どうなんだろう。温泉好きな、温泉好きよ。 PR 舞台温泉巡りえー、したいしたい。最近もちゃんよりはツイートで釣りの日のご飯食べるマジか。今日はね、実はね和菓子買って帰って食べたよ。明日のお話がよろしくね。よろしくね。ダンスおもちゃもてそう、ほんとやってみたいと思いつつやってない。道後温泉の旅館で柑橘ジュースの蛇口行きた。何それゴールデンウィークの広島宿泊料金高すぎて引いた。そうだよね、確かに。そう、あの5周年はねパパが来てくれるんですよパパが来てくれるよ、探してみてね
絶対分からん。今日がドキドキすぎて仕事にならなかった。分からん。岡もドキドキしてた。レッスンしながら。みかんジュース出てくるとか止まったこと。いいな。パパッセンのうちはわかんないね。サヤンとクラスキムちゃん満喫して、そう満喫したよ。釣りのシングルダンス。ソンガ今日持ってくる。会いたいって。ぜひご挨拶を。ご挨拶ありのお見送りある。あるんかな。あるといいけど3日に探さないと。見つかるから。みたいな。明日ツーショットとトークから始めた。お、はじめましてしよう。ありがとう。だから毎回一枠お話し会参加する。お、待ってます。緊張するよね。今度だったら絶対見ます。うん、約束ね。パッセンだよ。それな、次にママやパパにプレゼントするような日はいつ頃。パワーが帰ってきてくれた時に、その5周年の時とか帰ってきてくれるから、なんかゴールデンウィークだから、でもご飯屋さんとかいっぱいそうだよね。なんかしたいな。なんか5月3日いつ発表かな。 PR 舞台はいつ、どのタイミングで予約いるかも。でも私あんまり人が多い日程のところであんまり外食しないんよ。外食するとしても平日の人がほとんどいない時にする人だから、夕方とかに。だからなんかしたい。お家でご飯な、ご飯豪華なご飯。ゴールデンウィーク倉敷行きたいけど人うん多い気がする。前髪だけありがとう。アンコール終わって1曲目終わってからです。おどの予想が当たるのか。おーちゃん楽しくおうちご飯して。おいいねよ。アンコール明けどうだろうね。一曲目のヒントください。言ったら怒られたもん。やばい、ちょっとそろそろね、あの言ってることが何を言っているか分かんなくなってきてる。ごめんね、変なこと言っとったら。あの全然元気なんだけど何を言ってるか分かんなくなってきた自分。疲れさん眠眠にゃんこしてるけど、でもあの元気よ。元気です。おすすめポーズないの。え、絶叫ポーズしようか。明日ブレザーなんですよ。休まなくて大丈夫よ。自分はみんなと一緒にさ
中間発表一緒にさここで聞けたらよかったんやけどさ、聞けないからさ、せめてその前やけど、ラストジェキ、うん、ラストジェキ JK ポーズいただき、眠いけど23時までだね。私もこうこの配信が終わったらすぐさまお風呂に入って中間を聞くいつも11時ぐらいお風呂入ってるからさ、その前にお風呂入ら終わらないとさ聞けないんだよ。だからちゃんと早くお風呂に入って聞きましょうかね。そしたら健康的だし早く寝れるしっていう一日を過ごせる。23時遅いよね。チリパ生放送、いやよくわかんないんだよね、生放送ではないと思うけど、どういうことなんやろ。うん、明日のいっぱい寝れて明日元気にお話し会ができるからだけ飲むかな。え、どうなんやろ。え、どうなんやろ。なんか今日収録したとか夕方とかに夜とかにさ、さすがに11時は遅すぎだからさ、なんかその今日の夕方とかに佐々木さんが収録したんかなわかんない。でもそのメンバーはさもう撮ってるって、その中間発表メンバーは知らないからさ、あの知らないと思う。花田彩乃の新書公開まずされてる？待って、もうか全然見てなかった。ちょっと待って。発表だけ佐藤さんが生放送可能性ありだよね。それが一番5分前。そういえばさっき LINE が来てた気がする。なんかあのちょっと見てなかったけどメール打ってたから、なんて調べる。これこっちの携帯ね、ツイッターがねないんですよ。アカウントないからさ使えないっていう。そう、バズリズムさんにそう出演させていただけることになって、前さ渋谷の音さんの時さ生放送だったから自分出れんくてすごい悲しかったよね。テレビ出たかったなってすごい思って、でも今回は出れた出れる、嬉しい。モカはツイート22時まで。調べたら出てくるかな。おめでとうって、ありがとう。あにゃーん、 iPhone がインターネットに接続されてない。接続されてないの、なんでなぜ。涙Wi-Fi 繋がってない
と LINE 見てきていい？なんかどこまで情報が言われてるかわかんないからお話ができないっていう、みんなに見てくる見てくる。